桜京美は日本の女優、声優、喜劇女優としても知られていた。本名は村節猫、東京出身。5歳で童謡歌手としてデビュー。戦後は劇団に入り、テレビ番組、お笑い三人組で町子役として人気を博し、一方で映画、アイラブ、ルーシーの吹き替えや、ルパン三世一般体のマダムテキラ役など声優としても活躍していたが、 病気などを理由に1985年頃に芸能界の仕事からは次第に離れるようになる。1988年3月には芸能事務所と契約し再起を目指していた。1989年1月6日午後1時半頃、千葉県三部郡大網白里町の自宅で小つの脇でうつ伏せに倒れているのを発見され死亡が確認された。その遺体はフラしており、 序血の後もあった。部屋に残されていた手帳には、だるい、血便が出るなどと書き残されており、その手帳の日付が11月10日で途切れていることから、その頃に孤独死し、それからおよそ2ヶ月もの間気づかれずにいたようである。同業者でもある、小桜京子とは、名前が似ているためよく混同されたが、その小桜とは、フジテレビ、ライオンのいただきますや TBS。 ロボットンで共演したことがある。ちなみに桜が死去した際、小桜の元に喧嘩が届いた、というエピソードもある。日本タレント名鑑、VIP タイムズ社、1987年、358ページ。ABC、現代ぶっこ者、時点1988から1990、B291。ありがとうございます。